皆さんこんにちは、ワナルグルビーです。では今回は、ハウスバイアンフォーガンダム一年戦争モッド、ギレンジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。少しだけ時間進めてまして、それに伴って研究であったり、戦線、これが少し変わっていますので、まずそこをご報告させていただきたいと思います。では最初にまず研究内容からご報告します。連邦に遅れること、少し時間が経っているんですが、ビームライフルの研究を開始しています。そしてゲルググはですね、デザートゲルググの開発を進めています。この後ですね、アフリカ、そして連邦の首都が移っているダカール、ここを攻略するにはやっぱりね、デザートゲルググは欲しいかなというふうに思っています。そしてモビルアーマーはアッザムの研究を開始しているというのが現状になっています。ついでに生産なんですけど、鉄が不足してまして、一部生産が行われていない、軍事工場が稼働していないという状況なので、なんとか鉄をね、確保、軍事行動を稼働させていきたいというふうに思っています。戦線の方なんですが、アメリカ、特に北アメリカ、いわゆる北米に関してはほぼほぼ連邦を追い詰めて駆逐しつつあるという状態です。ただ残っている勢力頑強なので、これの相当に手間取っているという状況ですね。苦戦しているのがヨーロッパ、アジア。ここがかなり苦戦してます。まずですね、マクベ、そしてシャア、これを今でいう EU の方面に進出させるように準備を行っています。なんとかね、成果を出してほしいなというところです。そして、シーマとデラーズ閣下。これをですね、かなり広範囲にはなるんですけども、モンゴル。この辺りにね、展開させています。そして、三連星とランバラル隊は、アジア方面ですね。中国、韓国というところを担当してもらっています。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。本当に忙しくてですね、これ。日常生活が忙しいとかではなくて、ゲームの中での操作が忙しいという意味なんですけど、とにかくですね、連邦軍の物量がすごすぎて、なかなか思うように、部隊を進撃させることができない状態が続いてます。なので、部隊の再編を行いつつ、戦線の整理も行うっていうのを同時並行的に行っている状態ですね。なんとか戦線をうまく、撤収するところは撤収して、攻めるところは攻めてというのをやってですね、これ以上、劣勢の場所を作らないっていうのをね、ちょっと心がけてやっているところです。三連星なんかももうちょっと、部隊を増やしたいので、この後はですね、3連星も、できれば、24師団まで引き入れるように、昇進をさせてあげたいなと思ってます。ガイアだけすでに24師団引き入れるようになってるんですけども、オルテガトマッシュはまだまだ、6師団しか引き入れないので、そのあたりね、うまく、拡充を図っていきたいと思ってます。こういう風に敵を包囲できたところは、もう一気に殲滅にかかりましょう。包囲殲滅戦へと変えて一気に連邦の師団を葬り去ります。ご紹介遅れましたけど、インド方面は完全に、これシーマが活躍してくれて、制圧が完了している状況です。デザートゲルググの開発終わりましたので、ゲルググキャノンへと進みます。で、加えてオルテガですね。オルテガ昇進させましょう。これで3連星はですね、3連星という、特殊スキル、モビルスーツに乗った時の戦闘力大幅アップのスキルを失うんですが、代わりに師団数24師団まで引き入れるように
パワーアップしてます。まあ、どっちを取るかっていうトレードオフになるので、今回はね3連戦の特性を消す形にはなりましたけども、師団数を増やすという方向を選んでみました。ランバラル隊がちょっと押し込まれて北京が奪還されてます。なのでランバラル隊にはですね、まあ史実では受領できなかったドームを配備してあげたいかなと思いますので、まあ訓練度がまだ十分ではないんですけども、ドームの師団を送り込んであげましょう。これでなんとか頑張られるタイムを持ち直してもらいたいですね。その他戦線全く動かず膠着状態というところが続いてます。まあ、特にやっぱりこのユーラシアの中心ですね、バイコヌール宇宙基地も敵に奪還されてしまっていて、ここあたりはまあ膠着状態というよりかはやや押されている状態ですね。ランバラル隊が北京を奪還されたようにアジア方面ではやや劣勢です。一方ですね、マクベがうまく頑張ってくれていて、ワルシャはこれを確保しています。でさらにモスクワに迫る勢いですね。まあ、シャーもここまであんまり機能できてないのでシャーも使いましょう。あとはですね、新しくガトーを下ろしました。このガトーがうまく使って機能すればまた戦線もね、好転するところもあるかなと思います。このヨーロッパ方面重要視している一番の理由なんですけども、まあ、相当な資源地帯なんですよね。今喉から手が出るほど欲しい鉄、これがやっぱりドイツ、フランスあたりに眠ってるので、これを確保したいという狙いがあります。はい。時間を進めてきてるんですが、連邦軍の物量が本当にやばいことになってますね。まず、マクベは健闘してるんですが、シャアが苦戦。さらに3連星が敗退を続けてですね、オデッサ陥落して、さらにアラビア半島まで戦線を交代せざるを得ない状況になっています。ランバラル隊にはドンも送ったんですが、それでも戦線を回復させることがなかなかできずですね、まだ北京を奪還できていないという状態です。これ思ったよりもしんどくなってますね。以前のバージョンの一年戦争モッドよりも難易度がちょっと増してるかなという感じがしますね。あとちょっと致命的なのがですね、北米の方なんですけども、目を離してる間にですね、北米が突破されてニューヨークが陥落してます。これは相当痛くてですね、なんと地球上で部隊を下ろす場所がなくなってしまいました。これによって戦線を維持するのがより厳しくなるので、なんとかオデッサを奪還するっていうのを第一目標にした方が良さそうですね。いや、本当に連邦軍侮れないなあという感じがひしひしと伝わってきますね。はい、まずまずい状況になっている北米の状況ですが、約半分が連邦に奪われてます。これ早急に取り返したいので、デザートロンメルの部隊を派遣してニューヨークを奪還しました。ニューヨークから今度は西海岸に向かっている連邦軍を追撃するっていうよくわからない状況になってます。これをまず完遂して北米をもう一度安定化させましょう。一方ですね、ヨーロッパの方では残念ながら3連星が完全に敗退ですね。敗退した、まあ、3連星をなんとかで、ね、カバーして、アラビア半島まで撤収、アフリカから一時後退せざるを得ないという状態です。ランバラル隊も残念ながら北京の攻防に苦戦中というところですね。なんとか資源地帯のヨーロッパ全域をマクベの部隊で確保して生産量を上げて、この、まあ、厳しい戦いをね、勝ち抜いていきたいなというところなんですけども、どうしても鉄が足りなくてですね、
軍事行動がフル稼働できていないという状況なので、まずはここをテコ入れしていきたいと思います。かなり苦戦してますが、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。